不倫関係不倫 <laughs> ダメだからこそ燃え上がる関係っていうのもレビューサイトチルチル記者のヒロイです明智ですよろしくお願いします,しします今回ご紹介する作品ははいこちらです,らです、えー、高村アン先生のビクトリアミランの代償です<ー>こちらね今手元に上中下巻ね全部揃ってるのではい見ていただけたらわかると思うんですけれどもすごい重厚感がすごいですよね、うん、この映え カヘがすごい。ね、そうすごいんで、こう本棚に飾っても、うん、基本ちょっとバレにくいっていうのはね <laughs> おすすめですね。うんうん、そうでもこれちょっと帯ね、はい、外したらね危ないんですよね。<ー>そうこれの今共感あるんですけれども、はい、スーツ今これ着てるじゃないですかマッチり。踏まれてますね。そうなんですよ。あのこれを外すと。 危ない危ない危ないそうなんですね中間が一番見せやすいかもしれないですね中間がこれを塗るとそうなんですよああ、なんか寄り添ってる下巻もはいあ、下巻もちチラッチラッなんかこの太い帯が巻かれていて外すと新しい世界が見えるというような作りになってますんでそうですねこの BL オタクにも優しいですよねこれを外すと人権が 終わるんですけれども、<laughs> はいはい、そう、さなければ、すごく映えてるっていう、ねうん。いいですね、これ、あの、すごく、こう、紙で手に取りたい本ですね。はい、そうなんです。はい、紙でぜひという話です。うん、で、こちらね、あらすじとなっているんですけれども、はい、まあ、二人は、これ、幼馴染ということでね。うん、で、幼馴染の、こっちがね、高戸さんですね。はい。で、こっちが、はい、あずささんですね。はい、ということで、こっちがね、こう、ぱっと見。 ちょっと感能的な感じするんですけど、うん、実は攻め、うん、そう攻めなんか踏まれてるけど踏まれてるけど攻めなんだそう強いんですよ、ね、<laughs> で外すとし,しどけない格好してるけど攻めなんだうわー, <laughs> ーってなるんですけれども <laughs> 攻めなんですよねはい、はい、でこの二人そのまあ幼馴染として高校とかもね一緒に行ってたんですけれどもなんとね一戦実は超えちゃっ ああ高校生の時にえち,ちゃってる、はい、でもあの実はねその受けの方が、まあ、攻めがなんとこの方ねあのパリコレモデルするぐらい最終的にすごく有名な、ね、モデルさんになるんですけれども、はいまあ、モデルの、ね、こう人生はやっぱ男同士の恋愛ってこうスキャンダルになる可能性もあるからうそうあの将来をね考えて、まあ、別れよう距離を置こうみたいな話になったんですけれども。う そうなんです。で、まあそしたらまあ、一旦別れるじゃないですか？はい、そしたらその受けもそのやっぱり攻めはやっぱ好きだから、うん、なんかスーツのね。あのー、こう服のデザイナーになって<ー>なんとね。攻めの服をデザインするという立場で <laughs> なんとショーケースと言いますかはい、はい、ね。モデルのあの会で出会っちゃうっていう。うん 再会してしまうそう、一回別れてそう再会するとそう再会しちゃうランウェイのところで出会っちゃうっていうところがねそうめちゃめちゃいいんですけれどもそしたらまた本能的にねそう惹かれ合っちゃうからまた体を重ねるわけですよそう重ねちゃうわけですよでもそこまで聞いたらあ、でもビールだねいいじゃんってなるんですけれどもそこのねどこがやばいかどこがやばいと思いますどこがやばいだろう やっぱりなんか、ファッション業界ってことですからこう、何かこう、ファッション関係のこう、キラキラした華やかな舞台裏では何か闇があるんじゃなないいかなと思いますけどねちょっと推し若干違うんですけれどもど、はい、正解はなんと不倫,関係不倫やばい <laughs> すごい攻めはなんと妻子持ち妻子持ち奥さんもいて子供もいるいやー。そうで受けはまあその攻めを忘れるために作った彼氏がいるあ<ー>そう。 お互いね、そうあのー、その二人を忘れるというか、うん、あの一回意識的に離れたのに、うん、またそのね選択をしちゃったが側に、はい、こう許されざる関係にね進んでいっちゃうっていうねうところが、すごく背徳的でねい,いいんですよね。そ人とも今はもう相手がいるのにこうダブルでこう、うん、不正を犯してしまうと。でもやっぱダメだからこそ。 ダメってなるほどこうやっぱ燃え上がる関係っていうのもあるからすごくこの中のね絡みも濃厚な濃厚なんですよね、うんはい、表紙から濃厚だからそう表紙からね、はい、<laughs> ちょっとこう色気メンメンな感じになっておりますけれども、うん そうもう汁もたっぷり出ているのでそういうねあのお色気シーンが読みたいなっていう方にもね、うん、満足度の高い作品となっているので、はいはい、おすすめとなっております、はいね、ちょっと不倫と聞かれてえってちょっと一瞬で、ねうん、おじけづいちゃうかもしれないんですけれどもむしろそれより先に抵抗があるのがよほ、うん、展開というところがねなるほどかなりそう危ないことになっていますね。はい あのタイトルにも入っているこの「ヴィクトリア・ミラン」というのがおしゃれなんですけれども、うん、実は就活スーツの名前リクルートスーツですかいや違うんですよねす <laughs> エンディングスーツなんですけ、ね、終わるほうの,の方で、はい、そうなんです就活のヴィ、えーまあ、クトリア・ミランを作ることになるっていうので。 そこがねまたその中間下巻にも絡んでくるっていうところがね、うん、終わりですからねうん、うん、そうそういうところでうん、うん、あれ実はちょっとやばい展開になるんじゃないっていうのも予想しながら楽しんでいただけると嬉しいなって思います。うんうん、はいということでね。めめちゃめちゃゃ厚くて読み応えがありそうな作品でですすねはいそうなんです、はい、なんのでぜひまあできれば電子もいいんですけど紙でね、うん、うそうですね欲しいですね紙で,これそう読んでいたく 開けるとね、かなり ね、楽しめるんじゃないかなと思うので、はい、おすすめしたいです。はい、はい、ということで今回紹介したのは高村アンナ先生ののクトリアミランの代表でした、はいえっと、こちらチルチルの方のサイトではですねあの詳細検索でこうワードを入れて検索したりとかあのさたくさんこのユーザーの皆さんが書いてくださった、えー、レビューとかも見れますしあとその,この闇 BL の、ね、記事とかたくさんこう BL 情報のった記事が載っておりますのでぜひぜひ チェックしてみてみください概要欄にリン,、はい、リンクを貼っておきますので見てください。というわけで今回は、はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。はい、せーのバイチルー